PL41、アソアソ型巡視船は、海上保安庁の巡視船の選球。分類上は PL 型、交渉船形は1 0トン型。予算要求時には、高速高機能型巡視船とも称されていた。建造費用は一隻あたり、約53億円である。1999年ののと、半島岐阜新船事件で出動した、高速巡視艇は、船形歌唱のために、 外洋域で高速を維持できず、高速で逃走する不審船を追尾しきれなかった。この反省から、海上保安庁では、まず外洋域で高速を維持できる小型巡視船として、同年度の第二次補正計画で高速特殊警備船3隻を建造した。また、平成14年度計画では、改め2から900トン型 PL。 室戸の大戦として戦闘型 PL の建造が盛り込まれていたが、こちらについても、不審船対処とともに、東、シナ海及び九州北方海域で外国漁船の監視や不法入国、薬物密輸の取り締まりにあたることも視野に入れて、速力や操船性能の向上が起とされることになった。これによって建造されたのが本型のネームシップである。その後、 平成14年度予算の内示を受けた翌日、九州南西海域工作船事件が発生した。この事件で、不審船が予想以上に重武装であることが判明したことから、単独の巡視船ではなく、ユニット単位で対応する体制が整備されることになった。事件の教訓を反映して、ネームシップの設計、偽装が改正されるとと,ともに、本型は、 そのユニットの一員として期待されるようになった。当初、警備級南部では、2000トン型 PL1 隻を、指揮船として、本型2隻、高速特殊警備船3隻でユニットを構成し、これを5体整備することを構想した。しかし、予算当局の査定を受けた結果、太平洋岸に配備予定だった2体が削られると、共に、各ユニットからも1000トン型1隻と、 高速特殊警備船一隻が削られて四隻三体の整備となった。このため本型も平成15年度計画で二隻が追加建造されるにとどまった。上記の経緯より本型は北朝鮮の工作船に対処できる速力と武装を有する高速高機能大型巡視船として開発された。このことから従来の戦闘型ビエルが いずれも排水量型であったのに対し、本型では半滑走型の高速線形が採用された。また、尖閣重量軽減のため250フィート級の大型線であるにもかかわらず、船体は総アルミニウム合金製とされた。これは総アルミの船体としては当時世界最大のものであった。また推進機もウォータージェット推進とされている。なお、 2.3番線では、設計にあたり、高速線の安全に関する国際規則2000が適用された。このため、船橋構造や、後部の休憩室など、偽装の一部が変更されている。主兵層としては、当初は 30mm 口径のブッシュマスター2を、従来のエリコン90口径 35mm 単装基準と、同様の単装砲塔に組み込んで搭載する予定であった。 これは、赤外線捜索監視装置と連動することで、射撃管制機能を備え、正確な射撃を可能とすることとなっていた。しかし、九州南西海域工作船事件では、巡視船に対して RP、RPG-7 追戦車敵弾発射機が発射され、さらに自鎮した工作船を引き上げたところ、82mm 無反動砲や、携帯式防空ミサイルシステムのように、 従来考えられていたよりも長射程で強力な兵器を搭載していたことが判明した。これらの兵器をアウトレンジして遠距離から威嚇射撃を行えるように長射程の武装を搭載することが求められたことから、より大口径で長射程のボーフォースマーク370口径 40mm 単装機銃に変更された。センサとしては、 FCS の一部となる赤外線捜索監視装置の他、レーダーや遠隔監視最小装置を備えている。また、船橋港部の原則には夜間でも使用可能な停戦命令等表示装置を装備した。巡視船は配属変更に伴って名称を変更することがあるため、上記の名称、所属先は現時点でのものである。ありがとうございます。